モコアンドハリスさんです。よろしくお願いします。モコアンドハリスです。よろしくお願いします。今日はハロウィンが近づいてきたので、一応頭だけ注射してみました。イエーイ。頭だけ白髪がちょうど隠れてちょうどいいかなと。白髪ありますの？白髪あるでね、もうすごいことなってて、毛染めはちょっとできなかったんですよ、時間が。いやいや、もう僕もよう、もう白髪来てから白髪しかないですけど。いろいろと時間をね作らなあかんんですけど、なかなかね、そうですね、毎日バタバタあっという間に過ぎていっております。はい、今日も楽しく頑張れたらなと思います。よろしくお願いします。
からあなたを思って歌うよ。あんまりセトリを決めずにパッとやるんですか。いつも毎回スリリングな状態になって、ね、どのぐらいあるんですか曲レパで。僕ね書き出してみましたけどね、60曲ぐらいあるから。ああ朝大変やわ、ね、60曲、まあまあやる曲はね一部なんですけどね、うん、そうですね、はい、うん、ちょっと自己紹介。あ、はい、はい、モコ&ハリスと申しまして、2021年1月結成させていただいて今で3年と10ヶ月ぐらいです、はい。オリジナル、あと私好きな演歌とか、あと昭和歌謡とか、あとヒップホップスで、ものすごくちょっとだけ洋楽で、あと三線の曲とかね、はい、そういう感じで、あの混ぜこぜでいつもやらせてもらってます。はい、そういう感じですね。大阪と僕、はい、奈良なんですよね。奈良のユニットでございましてね、はい、いろんなところでやらさせてもらってますって、はい、ね、うん、あの京都はねなかなかご縁がなくてね。そうですね、うん、テルマさんにねお誘いいただいてるね、そうですね、はい、2人で、ね、高橋さんとね、はい、一緒にね、はい、それぐらい嵐山ね、はい、いつも呼んでいただきまして、いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。奈良やったらいつでも言ってください。まあ、奈良はいつも出させてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ますね、はい。出させていただきます。それでは、何しか、ね、何しましょうか ね、 ね、あのね、選手も出させていただいてカバーばっかりしましたから、うん、今日はねオリジナル。あ、オリジナル。いや、はい、はい、あなたらしくという曲を歌います。
忘れてしまいますね。忘れてしまいますね、やっぱりね。うん、やらへんかったらね。まあまあまあ、はい、ね。なんか復習みたいなことが。次は、だいたい決まってるんですか？いや、決まってない。全然決まってない。ほんまね、どないしようか。ね、ピッと思いついてます。そうそう、ね、演歌曲行きましょうか、ね、はい、じゃあ、津軽海峡の景色を歌います前でね、どうする置いとくかって言ったら食べるっていうね。ね、モリモリです。エネルギーがチャージできた感じ。ね、あれ今日はあのあれですか、あの何て言うかな、キキでしたっけね。ね、イメージしてる。魔女の宅急便。あ、魔女の宅急便の。はい。してあります？魔女。魔女。ね、してます。あの、あんま見てないかもしれない。ね。
タカさん知ってありますか？知ってますよ、ね、黒い服にちょっとこうね、ポーチこう持ってね、ああそうそうそうっていうのがね、赤いリボンでね、ポーチとチリトリ持ってね、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 いやいや、掃除のおばちゃんみたいなねえ、そうですね、ちょっとなんか喋ってください。なんかもうあれですね、もう10月も終わりなんで、あと11、12と2ヶ月、すごい早いなって思ってまして、なんか特になんか今年はものすごい速さで、あの毎日なんかパタ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 してるようななんかイメージなんですけど、あのなんか家に着いてもあのあんまりゆっくりする時間がやっぱりね、あの母のこともあるんで、あのパタパタパタ作り終わってもなんかご飯食べ終わった後にふわーってなって、あの気がついたらもう居眠りしてるみたいなのが毎日こう続いてる状態、はい、なんかあのなのであの結構ぼーっとしてることが多くて、最近あのすごいぼーっとしてることが、僕もぼーっとしてますわ、もう居眠りかぼーっとしてるから、うん、なんかあんまり頭動いてないのかもしれないです。いやいや、まあそれはね、仕事してやっぱお母さんのことして、そうですね、それは大変ですよ。仕事してる時ものすごい集中してやるんですけど、家帰ってきた途端ふわーってなっても、あでもご飯作るのとかと思ったらバーって知らせて、ただなんか あんまりなんかこう休んでる感覚がないのか、朝起きてもなんかあんまり疲れ取れてないような、あ取れてない感じ、うん、なんかそういう感じ。来年はもうちょっとね、あんまりパタパタしない状況になったらいいなと思うんですけど、ね、まあね、それね、うん、まあね、なかなかこればっかりね、わかりませんね、まあでもね、うん、まあ、いろんなね、ところでほんま回数もライブ回数もね、あのまあいろいろあるんですけども、だいたい4回、3回から4回ぐらいかな。11月はね、結構多いんですよ。わあ、そうです。7回あるのかな。7回奈良シリーズが4回、まあ5部分はね、あのあれやってますけども、高齢も2回ね、メールボックスっていう薬屋さんでやるのと、で、あと秋田で、秋田でね、声とかね、お出しもらうし、はい。引っ張れたことですね。いえいえいえ、なかなかね、なかなか土日がね、休みじゃないんで、僕はね、はい。そしたら、しましょうかね。はい、オリジナル、はい、それ行きましょうか、はい、ではオリジナル曲静かを歌います。Oh
「長を連
しみに変わり、大地を切り裂き、天を貫き、魂とこの身を生き返りに抱き続けて、抱き疲れて、大蛇に姿を変えてしまった。追いかけて追いかけたい、全てを焼き尽くしても裏切られることより信じられなかった。自分の心を憎むべく、自ら日高川に身を投げた。ああ悲しすぎる、切なすぎる、わからないですよ。そうです。わからない。ね、歌ってるとすごい感じが暖かくなってきますね。なんかあの普通にしてたら暑いかな寒いかな。そうです。僕なんか更年期かなってね、自分がね。更年期でその体温の調節がもうわからへんなってきてる、うん、いや私もでもあのなんかわからん時もあるんですけど、私の場合あの気温は低くても湿度で、湿度が高いともう汗ブワーって出てくるんですよ。そんな、なんかあの人間湿度計みたいなね。もう梅雨なんかはすごいあのみんな汗かいてなくてベタタタって汗タラタラって出てくるんですか。それではね、あのモコ&ハリス悲恋三部作で最後のところでございます、はいうねめ大和物語心は
しかった池のもの楽しい時間はあっという間です、どうしましょう、三振やりましょうかね。そうですね、ちょっと来てるんですからね。はい、はいはい、じゃあちょっと一回抜きます。はい、はい、OK です。いいですか、大丈夫ですか。どうぞ。はい、三振曲もちょっとずつね増えてきてるんですけど、はい、いやいやすごいです。この間三振だけで全部やり通しましたもんね。そうなんですよ、ね、そうそう、ね、この間泉屋の時もあれ三振のみでしたでしょ。そうです。ギターもちょっと、ね、あれ45分、あ、そうか、ね、なんとかちょっとずつね。ねえ、すごいですね、でもね、三振曲やっぱり初めての三振の曲、初めての曲ばかりになるんで、聞き慣れてない分やっぱり時間、歌詞を覚えるのに時間がかかります。ああ、そうですよね。沖縄民謡とかやったら特にね、言葉の感じも違いますしね。そうですね。もうなんかこう掛け声とか出してたら、いいやとか出してたらもう歌詞が飛んでしまったり。だって叩きながらやから余計ね。そうなんです。この感覚をちゃんと保ちながらやから、ラララがすごいことになってますけど、でもやっぱりいろいろできるっていうのはね、なかなか、いや素晴らしい、ね、ハリソンが、ね、なかなか多彩な、多芸な、いやいや、ほんまですよ。もうハリソンは多彩です。もう浜田さんとハリスさん、ほんまいい人やで言うてなんか、いやもう俺も思います、それ分かってますよ。いや、あの人はいい人やわ、いつも言ってます。ありがとうございます。いや、なんかどんな話をしてはったかなと思って。いやいや、もうなんかすごいね、あの人は、なんだろう、言ってすごいいい人やわ。ちょっと出ないかな、難しいですね、合わすのね。合わすのね。今日なんかニワトリ中出て可愛いですね、それね。そうだ、頭ね。ベイキャップね、ニワトリと犬があるんですよ。へえ。なんかあれはちゃんと意味があるらしいんですよ。あ、そうなんですか。うん、結構ね、弱いんですけどね、あ、天がね。守るために。守る、もうすぐ傷いくんで。ね、あ、削れるんでね。飾りかと思って。あ、違う。違うですね。防護用。何しましょう。しましょう。一応叩くやつ。うん、何でも。一応叩くやつ。はい、はい。じゃあ、おじい。はい、おじい、久しぶりにおじい、やらせてもらいます。ちょっと違うね。なんかね、ちょっと気に。なかなかパワーするのにね、時間かかるから。おかしいでしょ。なんかやってる間にまた狂ってくる。これできますもんね、これね、これね。もう一本もね。ちょっと違うよ、若干ね、思いません？ちょっとだけ。これぐらいかな。うん、あ、そんなこれぐらいですね。はい、それ、はい、それではありがとうございました。おうち自慢のオリオンビール、歌わせていただきます。島とつくもの何でも好きで、駆け回す通りまで、パリ渋谷で満開が、おばあが夕飯炊いてるさ。
どんな映画を見に行くよりもおじいと飲んで話したい。不景気続きでちゃうなら内地で仕事を探そうかね。金がないなら海に行くさ。ここで乾杯をしたいと思います。グラスかなんかエアでも大丈夫です。はい、でははい、せーの、はい、乾杯。はい、三つ星隠してたっただけど黄色に隠したうちなの。夢と飲むから美味しいさ。変なおじさんですね。変なおじさん。ごめんなさい。さおじさん、はい、さおじさん、郵便のさんのみんなのパトンナー、僕とラワンにはいらんな。ありありわらば、えりわらば、さんのみんな。I'm not a ありありわらば、いえいわらば。
まカンパチいい夢や。おそばつでした。はい、僕はハルさんでした。Thank you。